ジェゼル王のピラミッドのセットバック多くのセットバックが特徴的なニューヨークのデイリーニューズビルディング。1929年にレイモンドフットによって設計された。1916年区画整備決議でセットバックを取り入れた高層ビルが数多く建てられた。セットバックとは上層を仮想よりも後退させることによって海岸状にした建物の壁面の形状である。 ステップバックと呼ばれることもある。セットバックは、もともとは構造上の理由で使用されていた。しかし現在では、美的な理由で使用される場合や、土地利用規制に適合させるために使用される場合が多い。建物密集地域においては、セットバックは、地上に供給される日光や新鮮な空気を増やすためにも役立つ。古代においては、セットバックは、粘土、石。 レンガなどの建材によって生じる重力負荷を分散することにより、より高い礎石構造物を実現するために利用されていた。セットバックを利用した建物は自然侵食を受けても構造的統一性が失われにくいという利点もあった。こうしたセットバック技術の利用例としては、テッペシアルクのジックラトやジェゼル王のピラミッドのような メソポタミアや古代エジプトの階段ピラミッドが視覚的に最もわかりやすい。セットバックの増大によって上層に行くほど細くなるエンパイアステートビルディング数世紀にわたり、セットバックは複数層の建物や構造物を建設する上で事実上不可欠な構造だった。しかしセットバックを建築衣装の一つに変える方法が研究されるにつれ、 階段ピラミッドのように明らさまなセットバックが用いられることは少なくなり、豊富な装飾によってセットバックが巧みに隠されることも多くなった。19世紀末に鉄骨構造の工法が開発されると、セットバックを構造上の目的で利用する必要はなくなった。鉄骨構造が利用されるようになったことに加え、エレベーターやモーター式用水ポンプなどの設備が 普及したことにより、大都市では建物の大型化と密集化が進んだ。利用できる床面積を最大化したいという動機から、セットバックの使用を避けるビル開発者もいた。しかしセットバックを使用しない高層ビルは、火災時の安全上及び健康上、様々な危険をもたらすことが多かった。例えば1915年に、 ニューヨークで建設された38階建てのエクイタブルビルディングは、正午の影の長さが4ブロックに及ぶと言われ、近隣の地所から日光を奪ったも同然であった。今日では、多くの州や自治体が土地利用規制などの都市計画放棄で建物におけるセットバックの利用を義務付けている。これは、都市の街路や中庭に日光や空気が十分に供給され、 空間が十分に確保されるようするためである。例えば、ニューヨーク市のマンハッタンのような高密集地区では、街路に直面する外壁の高さの上限が定められ、この高さを超える部分については、行空面と呼ばれる、理論上の傾斜面よりも、外壁を交代させなければならないことが、定められていることがある。同様の理由で、密集度の低い地区でも、 外周壁の高さ規制に適合させるために、セットバックが使用される場合がある。サンフランシスコのテレグラフヒルの旧斜面の形状に、合わせて、セットバックが付けられた、マロックビルディングセットバックは、有用な外部空間を生み出すことによって、建物内部の価値を高めるためにも使われる。新鮮な空気を吸うことができ、地平線までの展望が得られ、 ガーデニングや屋外での食事などのレクリエーションも楽しめるテラスをセットバックによって確保することは多い。さらにセットバックにはビル同士の空間を広げ、突き出た部分同士を遠ざけることにより消防隊がビルの間を通行しやすくすることで火災発生時の安全性を高める効果もある。米国では自治体ごとにセットバックに関する法規が異なる。 例えば、シカゴ市の土地利用規制には、領空面に関する条項がないため、シカゴ市のスカイラインは、高層ビルの多くが1916年区画整備決議に、準拠して建設されたニューヨーク市のスカイラインとは大きく異なっている。ニューヨーク市の土地利用規制には、地上の高さでのセットバックに関するガイドラインもある。このタイプのセットバックは、各ビルの前にしばしば広場と呼ばれる。 オープンスペースを確保することにより公共空間を増やすことを目的としている。ありがとうございます。